世界のジャパンチャンネルへようこそ。石油、ガス、石炭に木材、そして水など私たちの生活に欠かせない天然資源の多くは長い年月をかけて作られたり限られた地域でしか産出されないもの。もしもこれらを使うことができなくなってしまったら、今回は日本の底力が俺たちの未来を明るくしてくれると海外が絶賛していましたので、その反応と合わせてご紹介していきます。オーディオ製品やカメラ、光ファイバーに医療用の画像診断装置など多くの製品で使用され、精密機器の製造に欠かせないレアアース、日本語では輝土類元素といい、鉱物から抽出される金属のうち17種類の元素を一つにまとめた呼び名です。まれとは言いますが、実は存在自体はそれほど珍しくはなく、世界中に広く分布しているもの。ただ一般的な鉱物とは違い、土や泥に含まれる量が少なく、先進国では厳しい規制もあり、生産国は限られています。そしてレアアースの産出量が少ない日本は他国からの輸入に頼るしかありません。しかしそんな資源に乏しい日本だからこその画期的な発明が、自動車部品メーカーとして知られる株式会社デンソーが自社の先端技術研究説明会の成果として、鉄とニッケルのみで構成したレアアースが不要なモーター用磁石の鉄ニッケル超高子磁石を開発していると発表。5年から10年以内の実用化を目指して、まずは小型モーターでの採用を検討しており、将来は電動車用モーター向けの実用化を視野に開発を進めているとのこと。本来鉄とニッケルのランダム合金は磁石としての特性を持ちませんが、デンソーが開発している鉄ニッケル超高子磁石は鉄とニッケルを電子レベルで配列を規則化する超高子構造によって、耐熱性や耐環境性に優れた磁石となり、現在使用されている磁石の中で最も強力なものとされるネオジウム磁石と同等か、それ以上の性能が出せるそうです。鉄ニッケル超高子は自然界では10億年以上という長い年月をかけて形成されるもので、熱加工で製造するのはとても困難な素材。社内の触媒研究者からアドバイスを受け、短時間で鉄ニッケル超高子の人工合成が可能となったとのこと。現在使われているネオジウム磁石は、その名に含むネオジウムというレアアースを原料とするもの。そしてその産出は中国が大半を占めており、日本も輸入に頼っています。ネオジウム磁石は車載用のモーターなどの工業用として使われており、日本経済の支えである先端自動車生産に不可欠な素材ですが、輸入先である中国はレアアースを切り札にして様々な問題を起こしており、2010年の輸出制限では価格が高騰し、世界中が大混乱に陥りました。レアアース不要の製品を作ることができるようになれば、こういった問題に巻き込まれることもなく、材料費を抑え安定した価格やクオリティを提供できることが期待されます。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。これが成功したらすごいことだ。頑張ってほしいよ。どこかの国に技術が盗まれませんように。日本の政府もこのような技術を応援して守ることをしてほしいね。日本は研究から実用化に向けた予算が少ないから、素晴らしい研究結果を中国や韓国に持っていかれている。日本の政府はなぜ自分たちの貴重な財産を守ろうとしないんだ。これが実現すれば世界中の国があの国からの輸入を断ち切れる。俺たちの未来は明るいな。大きな企業だからお金に困ることはないと思うが、日本は成長戦略としてこういった企業のために技術の輸出防止にもっと力を入れてもらいたいね。デンソーの開発能力は素晴らしいわ。以前 QR コードを無料公開してくれたのもこの会社よね。
今回の技術はしっかりと特許権を行使して知的財産を守ってくださいね。レアアース不要の磁石の開発は日本だけでなく世界中に待ち望む国があるわ。資源が戦略物質とされて相手国に従うことや大幅な譲渡を強制されるなんて国際社会ではあってはならないことよ。それが自由貿易ってもんだ。みんなが欲しがっているものをたくさん持っているんだから、大金を稼ぐために価格をコントロールするのは商売の基本だよ。どこの国でもやっていることだろう。誰も中国を攻めることはできないってことだ。原理が理解できても日本以外で製造できる国はないだろうな。日本人技術者ごと盗まれたら別だがね。やりかねない国があるからね。追い込まれた時に出る日本の底力はすごいもんだな。輸出制限食らった時も中国へ盛大な返り討ちしてたし、実に気持ちがいい。返り討ち？輸出制限されて困ったのは日本でしょ？中国が困るようなことにはなってないわ。それが違うんだな。まあ先に困ったのは確かに日本なんだけど、わかりやすく言うとだな、中国が日本に因縁をつけて日本に輸出するレアアースに高額な関税をかけたんだ。で、日本の企業は輸入先を変えたりレアアースを使わない技術とかリサイクル技術なんかを生み出して、困ってないからもういらないって輸入量を減らした。結果レアアースの需要が減って、中国は自分の首を絞めることになったってことだよ。とてもわかりやすいよ。説明ありがとう。僕も誤解していたようだ。中国による2010年のレアアース輸出規制も今となれば大いに感謝したいね。中国、いい仕事してくれてありがとう。実用化して安価に製造できれば脱炭素にもつながりますね。素材を一部の国だけに頼るのはとても危険なことですから、一日も早く実用化して世界に安心と安全をもたらしてください。以上が海外の人々の反応でした。電装の開発技術に驚き称賛する声が多かったのはもちろんですが、技術が盗まれることを心配している声も大きく、日本の技術は海外でも貴重なものとして認識されているようです。特定の国への輸入依存をなくすために研究開発を行っているのは電装だけではありません。これまで関係各社はこぞってレアアースの代替品を探し、レアアースを使わずに合成ができるものを研究してきました。ここからは各社の取り組みについてご紹介します。世界的な輸送機器メーカーであるホンダは、レアアースの輸出規制が行われる何年も前から使用量の削減研究を行っています。特に力を注いだのがハイブリッド車のモーターに使われるネオジウム磁石。世界で最も磁力が強いネオジウム磁石は、高温になると磁力が低下する特性があり、これを改善するために磁石の重量の数パーセントから 10% 程度のレアアースを添加することがあります。この使用量削減という課題に大同特殊鋼株式会社と共同で取り組み、ハイブリッド車の駆動モーター用として世界初のネオジウム以外のレアアースを全く添加しないレアアース完全フリーネオジウム磁石を開発。これを新型ハイブリッド車に搭載しました。レアアースを添加した磁石が使われているのはハイブリッド車の駆動モーターだけではありません。冷蔵庫や洗濯機といった家電製品や携帯電話やパソコンなどの IT 機器に至るまで、世の工業製品に搭載されるモーターの多くに使われ、レアアースからの脱却は将来の経済においてとても重要です。こうした背景もあり、レアアース完全フリー磁石開発のニュースは自動車業界だけでなく産業界全体を驚かせました。また世界有数の総合電機メーカー日立製作所は2015年、モーターの心臓部である鉄芯にレアアースを用いない高効率永久磁石動機モーターを製品化しています。そして2021年には日産と早稲田大学が電動車用モーター磁石からレアアース化合物を高純度で効率よく回収するリサイクル技術を共同開発し、2020年中頃の実用化を目指した
実証実験を開始したと発表しました。自動車業界では2010年以降、設計段階でモーター用磁石のレアアース使用量削減、再生利用に取り組んでいます。出荷基準を満たさず車に搭載しなかったモーターから磁石を取り出し分解、還元するプロセスの簡便化とリサイクルコストの低減という課題の解決にまた一歩近づいたようです。普段暮らしの中で特に意識はしていなくても、ありとあらゆる場面で限りのある希少資源が使われ、私たちは便利で快適、そして安全な環境の中で生活することができています。家電のリサイクルやゴミを減らす工夫、食料の廃棄をなくすなど、環境を守るために皆さんが心がけていることは何ですか？動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションは白鳥さんがお送りいたしました。